ゼータ文庫は、竹書房が2006年から2007年まで、刊行していた、ライトノベル系文庫レーベル。2006年1月20日創刊。竹書房は1996年から、漫画雑誌、コミックガンマ連載作品の小説家作品を、中心とするレーベルガンマ文庫を刊行していたが、翌年に撤退しており、ゼータ文庫は、ライトノベル再参入となる。ただし、 ゼータ文庫のラインナップはガンマ文庫とは対照的にオリジナル作品で占められ漫画やアニメコンピュータゲームの小説家作品は刊行されなかった。基本的に奇数月の20日発売であったが2006年11月以降は刊行予定タイトルの発売延期が相次ぎ2007年3月発売のドラグネットミラージュ20万ドルの恋人を最後に刊行を終了。 これに伴い、2006年9月に発売予定であった、コンビニ、産後ゴ県へようこそ引く、夏休みの奇跡マイナスが正式に発売中止となった、ほか、ベーズ事件簿は、第4巻が発売されないまま未完となった。本レーベルで刊行された作品は全タイトルが、廃刊後の2008年、ダイナミックプロが開設した、電子書籍配信サイトダイナミックアークに収録されている。 ありがとうございます。